はい、えー、皆さんこんばんは、えー、レクセン人工師の雲野です。 それではです、ね、あの今日は、えー、2020年の司法書士試験のです、ね、受験を終えられた皆さん方を,を対象にいたしまして、えー、初級知識を生かす2年目合格必勝法というタイトルで、えー、約1時間ほど私の方から、まあ、一方的にではありますけれどもお話をさせていただこうと思っております、えー、生ではこの新宿エルタワ本校から配信をしております、えー、こちらの今こ,のこういったご時世ですから、えー、レックの各本校に来てというようなこともなかなか言いづらいということもありまして YouTube で同時配信をさせていただいているような状態ですそしてこれ収録もしておりますので収録講義という形であのご覧になっていらっしゃる方もおられるのかなと思います さあそれではあの時間も限られていますからちょっとですね、えー、この1時間で有益なお話を皆さんにお伝えしていきたいんですけれども、えー、差し当たってあの受験を今年されまして皆さんの感想はいかがだったでしょうかで、えー、これをです、ね、あの2020年令和2年度の司法書士試験、まあ、あの私自身も全部の問題を解いてみましたけれどもまあ やはりあの過酷ななな試験だなというのが正直な感想です本当にあの受からせる気があるのかというようなです、ねまあ、そういった面というのはもう毎年のことですけれども感じるところでそういう意味ではこれにチャレンジされている皆さん方に本当に敬意を、ね、し表したいなというふうに思っておりますでもちろん敬意を表して、ね、ものにならなければ何もなりませんからチャレンジするだけではなく最終的にあの合格を勝ち取っていただきたいというふうに強く思っておりますので今日はそのために必要なことということで。 えー、いくつかお話をさせていただこうかなと思っているところですレジュメが出ておりますレジュメ全部であの6ページのものを用意しておりますのでお手元にご準備いただきたいと思いますこちらのレジュメがないとね、ちょっとチンプカンプになっちゃうかと思いますのであの皆さん方お手元にレジュメの方をご準備いただきたいというふうに思います YouTube のですね配信の際にはあらかじめ事前登録をしていただくような形になっておりますのでそこいったところもちょっとご注意いただきたいなと思います。さあそれででははまずはですね、えー あのー、今年の試験の所感としましょうか、えー、実際にはまだまだ本試験終わって実はまだ2日しか経ってない現状なんですねですから私のところにも、えーまあ、さほど多くの情報というのは届いてはおりません、まあ、そうは言っても昨年よりかは相当多くの情報が実は皆さん方から寄せていただいてツイッター経由でですねフェイスブックの方でも私のところにじゃんじゃん今日。えーあのー まご報告のまあダイレクトメッセージが入ってましたけれども全部はちょっと確認できていないんですけれどもまあ昨年よりかはちょっと2日にしてはこの分量の情報が集まってすごいなと思ってはいるんですがまだまだですね全体のこう出来を見渡せるほどの数は手元には届いてきておりませんですからその皆さんがどこができてどこができていないのか等々の情報は今後検証会徹底検証会のところでまあご披露していこうと思っておりますのでまあそこまでお待ちいただきたいと思うんですが。 まあ速報といたしまして、えー、今年の本試験の所感をですねお話しできればなと思っております、えー、そういったところで1ページのおレジュメの1ページのところをぜひご覧いただきたいと思います レジュメの1ページのところに令和2年の筆記試験についての所感を述べているページがあるかと思います。まずはですね午前の卓一マークシート方式35問についての、まあ、所感なんですが憲法につきましては例年よりやや難化したものと印象を受けました。やはりあの まあ論点自体は的中していた的中というのは多くの講師が司法権が出るよと言っていた通り司法権が出ましたしそういった意味ではお当たったと思った。 かもしれないんですけど、ちょっとその司法試験の司法検司法検、ね、司法検の問題について、じゃあ解けたのかというと、えー、うーんっていうところがですね、あの実際には何これっていうようなですね問題というのがまあ出てしまったということもありまして、司法権が必ずしも正答率高くないんじゃないかなと思っております。で第二問の三十一条適正手続きについての問題こちらは私自身は山手で三十一条出るよと言ってましたのでね。 およっし当たったと思ったんですがでもこちらもねやはりちょっと刑事訴訟法の勉強経験がある方ならともかくとして刑事訴訟法勉強経験がない方に高田事件の判例を正誤判断させるというのはちょっと正直きついだろうとで高田事件を使わないということになるとあ実際ちょっと問題はねあの第2問については挙げていないんですけれども高田事件というのは。 足のま絵、あの問題なんですねで、これをまあ、使わないとなると今度は、えー、被告人に訴訟費用の負担をさせることができるか刑事裁判において被告人に、えー、訴訟費用の負担をさせることができるかという足の上で判断をしないといけないとで、どっちもどっちなんですよねで、えー、刑事裁判のお訴訟費用の負担について民訴であるならば皆さんにとってはなじみ深いでしょうけれども軽訴で、えー、刑事裁判の訴訟費用を、えー、被告 国に負担できるかなんていうようなところを聞いてくるというのはちょっと異例の出題だったので私も山が当たったとはいえですねじゃあこれ皆さんがあの解けたのかなっていうのは正直ちょっとまだわからないという現状です。えー、よって憲法が少し軟化したというふうに申し上げておきたい、えー、というところなんですね。 で続いて民法なんですけれども、民法の、まあ、なんといっても一番の大きな驚きは、まあ、速報会でもお話をした通り、債権法改正、攻めたなというところです、債権法改正について、それも大門レベルで、一問単位で、ですね提携約款と保証人の情報提供義務について出題されたと、それが連チャンで出たもんですから、あそこであの足元を救われたとか、ペース乱されてしまって、テンパっちゃって、えー、平常心でいられなくなってしまって、あとグダグダでした。 とかいうねあのコメントをたくさんいただいております。まあそういうようなことを狙ったのかどうかはともかくとして、えー、まあよく出したなというような感想はある。ですがそれ以外については非常に平年レベルというか、まあある意味標準的な問題だったんです。ですから二問は確実に落としていいと思いますよ。あの保証人の情報提供義務とそれから提携約関の問題あちらの二問については私はあの今年に関しては捨て問だと。 思っています。で、えー、正直、その。 もちろんですね出ると言っていた講師もいらっしゃったようですから、まあ、本当に敬意を表したいなと思いつつその先見の明には頭が下がるんですが私は別に悔しくも何でもないです <laughs> 外したことに関してはその外したことに関してはというかその悔しいから嫌闇を言ってるわけでも何でもなくですね逆にその外したことに関して全くマイナスのイメージは逆に持っていない、ねえー、私はこの論点は出ないというふうに申し上げていたのでね、まあ、そういった意味では本当に 講師としてはちょっと外してしまったことになりますがだから何だっていうふうな開き直りも含めて開き直りつつも私はもうこれはあの捨て物だと思っております逆にこの問題は取れてじゃあその他の民法の問題取れたんですかと。 で、えー、残念な方の報告の方が多いです。この提携約款はちゃんと勉強してました。だから取れました。ね、えー、保証人の情報提供義務を、えー、ちゃんと勉強していたから取れました。だけども。譲渡担保を落としましたとか、えー、それから、あの、質権を落としましたとか。占有権を落としましたっていう報告が結構来てるんですね。それだったらば、提携約款にかけた情熱と時間。それから、保証人の情報提供義務にかけた時間、ええー、取ることにかけた方が良かったよねっていう。 そういうい、ねまあ、コメントを、まあ、実際にはしてませんしてません傷に塩を塗るような発言をその、ね、あのツイッター上で返してあげるのはどうかなと、ね、思い例えば匿、ま、名、あの、uh、SNS 上であっても、ね、君、そこじゃなかったよねっていうような返答をするのはちょっと控えようと思ってのコメントで言いますけれども個人的にはそう思ってます、えー、ですのでその当たたらなかったことも悔し紛れに言っているように聞こえてしまうかもしれないんですけど私はこれは合否に影響ない問題だったと思っています。 ただ、来年は違ってくる、そこはちょっとこの後お話をしていきましょうで、えー、ちなみに親族相続分野に関しては相続法改正点については民法では出題されておりません。 さあそれでは刑法なんですが刑法はレベルとしては標準的ないつもの年のレベルということになっておりますただ一つ特筆すべきは刑法についてはあのいわゆるう判例まんま問題というのが今まで、えー、メインを占めていたのが判例まんま問題ではなく捜索事例の問題が出てきておりましたよね。あの 創作事例の26問目26問目はいわゆる実際判例としてのまんまの状態のものではなくいわゆる創作事例ですから類似の事例を事例形式で聞いてきているというところが特徴的だったと思います。で比較的長文でしたのでそういった意味ではあの文章読解の、ね、長文の文章を読み慣れていないとちょっときつかったかなと思うんですがただレベルとしては標準的なものとなります。 さあそして会社法なんですが会社法に関しては、えー、むしろ優しくなりました今年会社法の正答率が非常に高いというのが特徴的で合格者ですと全問正解も珍しくないで、まあ、34問目が俺落としてしまっても仕方がない九州分割の問題落としてしまっても仕方がない問題だったことを考えますと、まあ、ここを除いた1問落としというような、えーまあ、感想、報告が相次いでいるような状態です。あるる程度のレベルをとっってらっしゃる方ですと 44問目以外は全部できました。まああとは35問目か、35問目はちょっとまあこれ特命組合ですからこの2問か2問以外はできましたね。9問中7問できましたという声が非常に多いということです。合格のためには9問中7問取っていきたいというようなところが、えー、まあ、目標ラインだったとね。 で総括してみますと、債、ま、権、あ、法改正点である提携約款と保証人の情報提供義務、これには驚かされましたけれども、全体的には大きな難易度の変更というのはございません、えー、むしろ昨年よりか優しくなったというイメージがね、全体的にはあるという形になっていきます。 さあ、それでは、じゃ午後、卓一についてなんですけれども、えー、レジュメの一ページ、マイナー科目、えー、全体と落通しては、標準的なレベルだったと思います。特に民訴において難問がなかったことから、えー、民訴、昨年、難化しておりました。けれども、むしろ標準的なレベルに戻ってきております。そして、えー、司法書士法もですね。まあ、改正の影響があって、どうなるのかなと思っておりましたが。その 司法書士法の改正点にかぶさるようなことは一切聞いてこずいわゆる一任法人が可能となったような点といわゆる懲戒権者が法務大臣に変更になったというですねそういうその点については全く避けてきておりましてむしろ15年の司法書士法改正の 前によく出ていた平成12年までによく出ていたまあいわゆる先祖返りタイプの問題の出題が昨年同様続いたというところが印象的だったということになります。そして、えー 不動産投機法につきましては昨年があれでしたから、昨年のあの言っちゃってる問題と比べますと非常に優しくなった印象がございます。ただ、もちろんですね、不動産投機法に関して、えーまあ まあここを出してくるんだという令和2年3月に出た洗礼令和2年の3月に出た洗礼いわゆる不動産投機法の、えー、いわゆる法人等番号を提供すれば資格証明情報を提供しなくてよいだけれどももし法人等番号を提供しないんだったらえー 作成後1か月以内の会社の商業登記事項証明書を持ってこいとなっていた1か月が3か月になったという変更失礼しましまた不動産登記法の規則の変更かえこちらをですねあの早くも出してきたという点は非常に驚き毎年1月には問題できているということであったのに3月に出た規則の改正先例の改正をまあ出してくるというのが今まで一度もなかったことなのでそうなると1月問題作成 済みのの根拠とといいうのはちょっと揺らいでしま,うまあもちろんあのこう1ヶ月が3ヶ月に変わるということがあらかじめ分かっていたとは思うんですけれども、まあ、よく出したなっていうのはちょっと驚きではありますけれどもでもあの足使わなくても問題解けましたので、えー、そういった意味ではあの不動産登記法に大きな変更点というのはまあ難しくなった優しくなったどちらかといえば優しくなりましたし特にその特筆するべき点も多くはないかなというふうには思います。 ところが商業登記法が、えー、めちゃくちゃ難しくなりましたね商業登記法がうわこんななっちゃうんだっていうぐらいちょっと難しくなったのが今年の傾向だと思いますレックもあの第30問目の回答を変更しております第30問目の回答をレックとしましても変更させていただいておりますので30問目足の5に変更になっております、えー、当初、えー あの一昨日の当日に発表させていただいた回答と異なるまあ番号になっているということをちょっとご注意ください。2番から5番30問目を5番に変更させていただいたのもその商業登記法のですねちょっと難しい問題のまあ影響とまあ詳細はちょっと検証会のネタを先にここで話すなよってちょっと言われてますんでその検証会に委ねたいと思うんですけれども一応もし皆さんお手持ちの回答整合一覧表がに 27日現在のものであればあのこちらの点をです、ね、ちょっとお変更していただきたいなというふうに思っているところです。 さあそれではあの続いて、えー、記述式について、まあ、ここが一番知りたいという方が、ね、多いんじゃないあそうだあの基準点か基準点についての予想はあの当日27日にさせていただいたのと今のところ変わってません、午前科目に関しては35問中26から 27, から27、えー、というのが午前の基準点予想です。 えー、なぜその数字が出てきたかと言いますとこれは私が予想したんですけれどもあの落としていい問題というのが6問あったんですねでどの6問かと申しますと落としていい問題いこれだから正解しなくても大丈夫だよっていうのが先ほど言いました、えー、保証人の情報提供義務第16問17問、提携約款それからあ落としていい問題がちょっと待ってください。待ってください えー、落としていい C ランクの問題が、えー、34問、A、の九州分割そして35問の匿名組合、えー、あ4問だ失礼しました4問あるんですねでそこにそこにですね、えー、まあこれも落としちゃってもしょうがないでしょうっていうだから B から C というレベルのだから C と言い切るのは1 6 1 7 えー、それから1617さっき言った、えー、3435この4問これはもう落としてもしょうがないでしょっ全然もういいよ落としちゃってっていう問題です。でそれに対して「いや落としちゃってもしょうがないね」っていうちょいだからレベルは下がるんですけれども、まあ、落としてもしょうがないという問題が憲法の2問3問、えー、ということなのでこれを足すと6問なんです。そうするとこの問問落としで29問 29問が合格点。 という予想ですで、私いつもこうやって基準点予想してるんですけどえー、そうするとそこからマイナス2ないしは、えー、3があ基準点の相場なんですそうすると29から2点引く3点引くと26から27というところなんですで、えー、私の当日の予想はほぼ毎年当たってますのでそのまあ大きく外れることはないんじゃないかなというふうには思っておりますこれが午前の部の基準点予想ということですねで、午後の部は根本さんに任せましたので彼がどうあ の予想したのかは知りませんけれどもその午後の分に関しては24から ええ二十えっと二十四二十五二十六二十六って言ってました二十四から二十六午後科目は二十四から二十六が基準点の予想ええー、ということが当日の個人的予想となりますでこれをレックとしての公式な予想とさせていただくタイミングは検証会になります検証会は今年今年は今週の土曜日え生では水戸橋本校で実施をいたします YouTube なライブ配信もありますからそちらもどうぞご覧ください。 梅田駅前本校では10月4日に生講義、えー、そして名古屋駅前本校でも10月10日に生講義を実施していますので、それぞれお近くの方はどうぞそちらもご利用ください。まあ、いずれにしてもその今現状はそういった数値ということになっていきます。えー、昨年よりも軒並み基準点は上がるものと予想されているところです。午後に関してはだいぶ上がっていくとねいうのが予想となります。さあそれではあの卓一の基準点を取ればそれで合格かというとそうじゃないですよね。 記述の基準点も突破しさらにそこにプラス18点から20点強の、えー、点数を上乗せしていかないと合格しないわけです。卓越の 基準点を取り、かつ記述の基準点を取りプラス18点から20まあ場合によっては22点ほどの点数を上乗せしていわゆる上乗せをした上で、えー、最低合格点に届きますので、そういった意味ではまあ基準点を通れば安心とはちょっと若干言いづらいということではあります。だからまあ独いだけで安心ラインを目指したいのであれば、えー、午前の部ですとプラス3問。 後のあってもプラス3問少なくとも6問上乗せぐらいは卓越のところでしていきたいというのが現状の、まあ、安心ラインということにはなっていきます。 さあそれでは、記述についての所感をちょっと申し上げますと記述についてはですね、えー、不当法がとにかく量が多かったですからこれ2年目の方には本当にかわいそうだったなと思いますこれはもうベテラン勢が卓、えー、一を1時間ないしは50分で解いてそして、えー、不当1時間消灯1時間たっぷり記述に1時間1時間取れるというそういった訓練をしていた方に非常にマッチする問題だったんです時間さえあれば解,解けたと思うだけれども1年目の皆さん方のようにですね その択一を60分以下、まあ、場合によっては70分以下で解くことがなかなか難しいようなまだ試験慣れしていない状態の方には時間が足りなかったということが言えると思います。 えー、そして、えー、不当法の記述式で以上に言えるのが改正点をこっちで出してきたかと相続法改正点、えー、民法再建法改正点ですね6問中第1問目が、えー、いわゆる相続法改正点899条の2、えー、相続分を超える部分については登記が対抗要件となるという改正点を論述させ6問中の第6問目が、えー、再建法改正点のいわゆる事業に、えー、伴う貸金再建の 保証の際の保証人になるためには公正証書によって補償契約の保証人としての義務を果たす意思があることを公正証書によって表していかなきゃいけないというその適用除外を論述させるというねまあ主催務者が会社でその取締役が保証人になる場合には公正証書作成義務がないというですねそこを論述させるかねっていうまあ非常にあの なんてううでししょう物議を醸した出題形式だったたと思いますただ6問目はですね正直できなくてもあの大丈夫だと思います多くの受験生が6問目の論述までできていない状態だそうなのでえ私は6問目の理由の部分のところに関してはまあフルバックスかけても1点ぐらいしかもらえないんじゃないかなと逆に3がつかないみんなできないからえあの合否にはあまり影響してこないと思っております。 でそれよりも一番致命傷になってしまうのが第2弾の、えー、構成を移転にしてしまうこれ、致命傷だと思います。これ致命傷ですので多分、一発不合格になっちゃうぐらいのですね、多分、マイナスになってしまう可能性が高いと思います。そして第3ん 第3弾のあ第3弾の寝定得権設定ですからここは間違いないでしょう。で第4弾のところのあのあそうでねそ,うそ,うそ,うそれでレックこっそりと回答を変えてますのでちょっとそこについて断言しなきゃいけないんだ第3弾の寝定得権設定は実はですねちょっとあの回答用紙を写してくるスタッフのミスでええー 申請人だけ書けばいいっていうのに登記事項まで書いちゃったっていうですねその回答用紙の定裁をちょっと当日の速報会の時の模範回答では極度額とか債権の範囲とか債務者ところで書いていたんですけれども問題文ではちゃんと申請人を書けと書いてありますので極度額、債権の範囲債務者等に関しては書く必要はありません、ね、そこをしれっとこうあの訂正してますのでちょっとそこはお詫びして訂正をさせていただきますむしろ書いちゃだめですよ、極度額とか債権の範囲、債務者を書いたらかなりの減点になってしまおうと思います。 で第4弾については、第4弾ですね、第4弾につきましては、まず名編、これは多くの人が気づいてます、名編で、その次です。 債務者の変更登記債務者の変更登記を書いていない人がかなり見受けられます、えー、私のところに報告来た人数もこの2日間で多分70人以上の方から報告を受けたんですけれども、えーっとですね、30人ぐらい書いてないという報告をやっぱ受けています。のでこのお 第4欄の2の寝て時の債務者変更をまあ書かなかったとしても大きく枠ずれすることはないんですよだって後ろですから別にその後に影響してこないので大きな枠ずれの大量失点にはならないと思うんですがちょっと今日私ツイッターであ,のあとある受験生に返答したんですがこの債務者変更を書かないと次の追加設定これ書いていても部分点もらえないかもしれません。 えと言いますのも債務者変更をしないで既登記物件の債務者変更登記をしないでし新しい不動産に追加設定をしたら却下ですよね却下ですで、えー、実務で却下されるような答案を書くような受験生に資本書士の資格は多分与えない。 えですからもし債務者の変更登記を書いていないとこの「ネテ当権の追加設定をたとえちゃんと書いていたとしてもここも全部ゼロ点になってしまう可能性が高いと、えー、可能性としては高いと思います。でもちろんですね他のところですごく差がつくんだったら別にここで差をつけなくてもいいっていうことでこれも私も今日ちょっとツイッターでツイートして分かりなんですけどその <coughs> あのー。 他の箇所で差がつくんだったら別にあえて差をつけるような配点方法を取る必要はないんですね。ですけれどもそのみんな似たり寄ったりの答案で全然差がつかねえよっていうことになると確実に記述採点者の半分は落とさなきゃいけないというそういう世界においてはどっかで差をつけようと思ったらその配点をですね変えていくしかないんですね。そうすると例えばの なんとかサンプル答案みたいなものを例えば記述の採点に残った人の答案のうち何百通かをピックアップしてとりあえず採点してみるとりあえず採点してみたらできてる人とできてない人が顕著に分かれる部分がここだっていうことに、ね、なったのであればその部分の配点を上げるとかねまた他の部分の配点を下げるとかそういったようなことで差をつけるような配点、えー、システムに変えるっていうことがやってるんじゃないかっていう意見が非常に、えー まあ前かから出てるんですよそういうようなことを考えたときにうんもしかしたら差がつかないね他のところじゃ差がつかないねで今年はね確かに時間さえあれば差がつかない答案ですからじゃあ差をつけるとしたらここしかないねっていうじゃあここの配点を思いっきりあの変えていこうよっていうね例えば債務者変更できてなかったらもう追加設定は全ゼ0点になっちゃう、ね、というような配点方法を取るってことは十分考えられますので、えー、そういった意味では第6欄っていうのは そう大きな差はつかないと思うんですよそう大きな差はつかないだから逆にここの配点を上げたところで一部のできた人の 点数が上がるだけで,です、ね、全然差がつかなくなっていくて、ね、だから半分落とさなきゃいけないんですから記述の採点に残った人の,だからその半分落とすためにはどこで差をつけようかあじゃあ大きく開いたこの部分で差をつけようっていうことになることが予想されるとするならばそれは6ランじゃないなっていうのが私自身の個人的な感想今のですよ <laughs> 今のこれはあの、えー、検証会以降皆さんのこう個別相談をね何百人とやっていきますから何百人個,個別相談やっていけば嫌、えー、でもあここがあ 出来不出来分かれたターニングポイントだったんだってのはもっと分かってきますからねまたそれは今後ご披露していきますけれども今現在の私自身の個人的な感想はそうということと申し上げておきますさあ、それでは 続いて、消灯法についてなんですが消灯法も記載量が多かったですね、そして消灯法に関しては、えー、第1弾のメイン論点、取締役会、非設置会社への移行、ここは確実に書いていきたい、ここを書けないと、ちょっと致命傷になってしまうと思います、特に代表権付与の登記、ここが書けないとかなり大きな失点になるんじゃないかなというのが予想となります。そして、 えー、登録免許税これレックもし,れっと訂正してるんですよ <laughs> 最初14万5600円ってしたんですけど今日しれっと11万5600円に変更してますレックのスタッフですら間違えるんですからこの登録免許税間違えるというのは大きな失点には多分ならないと思います間違えてる人多いんじゃないかなというのが予想でみんな間違えてるんだったらその分みんな点が引かれるだけでねで一部のできた人のプラスポイントがあったとしてもそこまで大きな差はつかないと予想されます。 そして第2弾の株式併合の際に公開会社に移行することから4倍ルールの適用があ,公開会社であることから4倍ルールーの適用があるということでこれもレックしれっと訂正じゃないんですけどあの変更したのが第2弾、もともとの当日の模範解答当期の自由には株式併合としか書いていなかったんですがここ発行家の株式総数の変更を記載しても正解とするという二重回を用意しております。株式併合に伴い 発行可の株式総数が変わりますから発行可能株式総数の変更を当期の自由に書いても正解とするとただこれあのー、発行可の株式総数の変更に気づかないとかなり大きな失点になるんじゃないかなというのが個人大きな失点って言ってもまあ2点を超えることはないと思いますけどね、えー、失点にはつながってしまうと思いますそしてそれから第3弾の登記できない事項の判断登記できない事項としては 辞任を変えてしまったという人が結構いらっしゃるんですねで第1欄のところで権利義務になるから辞任はあ登記できないだけれども第2欄の第2欄の申請の時に公認関西校を選んでいることから、えー、権利義務解消されて、えー、退任登記ができるようになりますよねで第1欄の 第2弾か第,第1弾いいのか1欄の申請の時に登記できない事項があるならばそれを書けだったらば辞任書いていいんですよ。でも結局第2弾のところで辞任の登記ができている以上トータルでは登記できてるんですね。ですから辞任は登記できない事項に書いてはいけません。いけませんえー、そして あとこの責任の免除に関する規定の設定に関してはレックの公開文書で出ていたことから多くの方がちゃんと書けています、えー、よってここは書いていきたいなというのが、ね、正直なところだとそして今年のこの第,欄のところの第1弾、第2弾を通じての特徴、書籠法種類株主総会の判断を毎回させるというです、ね、問題が初めて出てきております。でこちららは全全部完全に答えられなかった で何個か落としたというような方は多くいらっしゃいますのでその完全に主流株主総会の判断、えー、完璧にコンプリートしなくても、まあ、多少に 2, 2個ぐらい落としてしまっても仕方がないのかなとで、えー、致命傷にはならなないいと思います、えー、致命傷になるとしたら取り替え非設置会社への移行による代表権付与、えー、ここが致命傷かなと第1弾をいかに確実に取ったかというのがポイントになっていくかと思われます。 まあ、でも、今のところでは、ここぐらいしか言えないんです。検証会でも、もうちょっと詳しいことを、赤松さんから赤松さんの方からですね、お話ししてもらいますから、赤松さんだっけ、赤松さんですよね、えー。徹底検証会のところでは、えー、赤松講師が、まあ、記述の鬼のね。赤松さんが、えー、検証会において、えー、分析をしてくれますから、そこに委ねたいと思います。で、今年、記述の基準点の予想は、例年通り七十点満点中、三十五点ラインだと思われます。ただ、配点方法。 配点と採点方法がブラックボックスなので35って予想してそれが当たったところでだから何って言われてしまうのが毎年のことなんですね。なので実際問題としては、えー、配点並びに採点がわからない以上35って言ったところでそれがどうしたのって言われてしまうのもオうちですので、まあ、皆さんとしてはただその今年に関してはうん 記述の不当法に関して言うならばね先ほど言いました第2弾を移転にしちゃうともう即アウトかもしれないねね定い当権の債務者変更が一つの地雷になっていったかもしれないそして消灯法の第1弾をいかに確実に解いていったかというのがポイントになっていったであろうということは言えるかと思います。 さあ、それでは、じゃあ続いて2ページ以降の1年目の学習の成果が問われる問題をいくつかピックアップさせていただきました。で、この問題のまあ、出来次第によって、自分の1年目がどうだったのかというのをちょっと振り返っていただきたいと思うんですね。まず問題載せてあります。第8問目え専用についての問題です。で、これいちいち問題解説しようとしません。けれども、このね。あの8問目15問目19問目21問目22問目24問目33問目,問目いずれも。 軸足となる知識が五足中二足しかないんです。いや軸足となる知識というのは私はよく言ってるんですけど基本的な知識。つまり一年目で習ってないとは言わせねえよっていう一、えー、年目に絶対習ってるでしょっていう知識のことなんです。で絶対習ってるでしょの知識をまあ軸足と呼ばせていただくのであればそれが五足中三足あれば通常の消去法を使えば問題は答え出ます。 まあ場合によっちゃねあの4足分からないと解けない問題もあるっちゃあるんですけど大体平均して5足中3足の、えー、足の正誤判断さえできれば普通は消去法で答えが出るんですでところがまれに2足だけで答えが出る問題というのがあるでいずれもここに挙げた問題は全て2足だけで答えが出るんですじゃあその2足だけで答えが出るということ答え出たのか君たちはっていう <laughs> そのちょっと上から目線で申し訳ないんですが2足まあもちろん2足以上のね正誤判断が分かって完全に答えられたんだそれはなおよろしいんですけど少なくとも軸足切れた のか軸足という足今から言いますよその足が分かったのかというのをちょっと確認してほしいんですで第8問目で言うとその軸足となる知識はうとえなんですね 読んでいきましょうか「A 所有のこう建物を代金が約定期限までに支払わない時には契約が当然に解除されたものとする旨の解除条件付きで B が A から購入して占有を始めた場合においてその解除条件が成就して売買契約が失効した時は B は占有の所有の意思を持ってする B の占有は所有の意思を持ってする占有ではなくなる解除条件が成就して売買契約が失効したら B の占有はえ自主占有じゃなくなりますか そんななことないですよねだって B は飼い主として自主占有を始めてるんですよ飼い主として、えー、自主占有始めてあらその占有の初めの状態の、えー、所有の意思のがあるなしというのはずっと継続していくわけですそんなの初級講座で絶対教えてますよ習ってないとは多分、えー、言えないと思います。 でこれはあのー、B の占有というのは最初自主占有だった以上例ええ売買契約は解除して所有者じゃなくなったとしたって泥棒の占有ですら自主占有なんですからこれ自主占有に当たるわけなんですだからこれは「う」が「ツっていうのは当然分かっていかなきゃいけないし A いきますよ亡き A の遺産を B 及び C が相続した場合には B がその相続の時から A の遺産に属する財産について単独所有者としての所有の意思をもってする占有を取得することはない。え これもいわゆるその相続人が実は他にもいたと相続人が他にもいた、A、B だけが相続人だと思って自主専有を始めていたけれども実は 分分ののの b c 相続であったとところが例えば非着出死で隠された存在だった C のことを B は知らなかったなどの場合にですねその B だけが自分だけが相続人だとして占有していた場合、えー、その相続を真権限として B の が自主に転換するつまり C についての相続分については多種専有であるところ B が自分だけが相続人だとして、えー、一定期間ですねその専有を続けたのであれば B の専有は C の持ち分についても自主専有に転換されるなんて有名な論点ですよね。これはやっぱ知ってなきゃいけないそうすると、えー、単独所有者としての所有の意思をもってする専用を取得することはないと言ってる A は罰なんです。とととなるとこの A U だけで 4番が正解。まあ、そもそも絵が誤ってるっていうところで4と5に切れましてでもって続いて「絵が誤っている」ということでとあ違う違う違う「う」が誤ってるってことで4と5に切れんのかでもって絵も誤ってるとなれば4だってことが分かりますからこれは4番が正解ということがね、えー、こ,こ,こうやって導いていかなきゃいけない。 ということでこの問題を落としてしまった方はそこがちょっと弱い要するに基礎知識というののほころび,ほころびじゃないな皆さん、ベテラン受験生じゃないからね基礎知識が習得がちょっと弱かったということの1つの表れだとでも1問じゃあれですから次15問いきますよ15問でいきますと譲渡担保についての問題ですがこれも「い」と「う」だけで切れるんです。いとう えー、もう一時読みませんけれども「い」と「う」だけで、えー、実は正解が5番だということが切れるだから他を分からなかったって「い」と「う」の知識さえつけていればこれ解けたということなんですで、えー、さらに十九、えー、問目か19問目消費対策についての問題は「あと」「う」だけで切れます19問目、えー、3ページですね消費対策からの問題は「あと」「う」 でえ書面でする消費貸借契約の貸主は借り主に対して目的物を交付するまでは契約の解除をすることができる貸主からの契約の解除なんて規定されてませんから×、えー、罰ですねこれ条文レベルです。 で「う、えー」ウについては消費貸借契約において利息に関する特約がなかった場合には貸主は借主に対して法定利率による利息を請求することができる利息に関する特約がないんだったら無利息が原則ですからこんなのもう鉄板中の鉄板の知識でもちろん罰となるわけですとなるともうあと「う」だけでも罰ですから一が正解とということは導き出せる次21問目いきましょうか21問目いきますと成年貢献制度についての問題です。 成年貢献これは実は実いだけけで解けます。あ青年非後見人の法律行為は日用品の購入その他日常生活に関する行為である場合にはこれを取り消すことができないノーマライゼーションの観点から、えー、本人の残存、えー、能力を有効活用していこうあまりにも過干渉というのは良くないということから日用品の購入その他日常生活に関する行為は取り消せない。 成いい、えー、年非後見人が成年後見人としての自己の親族を選任することを求めた場合には火災はその親族以外のものを成年後見人として選任することができない親族がなるって言ったって必ずしもそれが通るとは限らないそんなの、まあ、ある意味常識って言ってもいいぐらい別に法律勉強していなくてもニュースなんか見てればそんなの出てきますし、まあ、当然講義でも言ってるでしょうしだこれ「○×」「あ」と「e」だけで1か「1」か「3」「1」か「3」で「1」が「丸なので「3」が正解、はい、これで切れるはずなんですね。 だかからら全然、A、とか知らななななっったててていいいんんんででですすよ A なんて多分講義で教えてないはずなんです、えー、私も教えてないしあ私は教えてるわ私はあのちょっと財産管理についてはあの自分が仕事してるのでいろいろ教えてますけどただ多くの講師は教えてないと思うそれでいいんです知らなくても切れた問題と。じゃあ22問目、えー、相続の承認及び放棄いきますよ22問目は「う」と「お」だけです切るんです。「う」推定相続人は相続開始前であっても火災の許可を得れば相続の放棄できないでしょ。 死んでないのに放棄なんかできるわけないじゃないですか。これは常識常識ってかもうあのもう鉄板中の鉄板基礎知識ですよ。うはバツ、えー。そうするともうウがバツな瞬間に一と五に切れて、であと次、えー、お A が死亡しその相続人が A の子 B と CD である場合において B が相続の放棄をした時は C および D は共同して限定承認をすることができる限定承認は相続人全員でやらなければいけないだけども BCD のうち B が相続の放棄をすれば相続人でなくなるわけですから残りの相続人 CD が限定承認することはできるこんなの簡単じゃないですかそしたらこれだけでもう正解は1です1ですよね で、えー、こうやって切ってい,いけるじゃあ24問目今度刑法いきましょうか刑法の問題 <laughs> 責任に関する問題です、はい、この問題は「後で切る刑法39条1項の心神喪失とは精神の障害により自理の弁識の自,理自物の、えー、利比全額を弁識する能力とこの弁識に従って行動する能力のいずれもがない状態を言い いずれもがない状態を言い道場第2項の新進攻略とはこれらの能力のうち一方がない状態を言う違いますよね、えー、著しく、えー、足りない場合も含んでいくわけですからもちろんこれは罰なわけです。で、えー、そうすると次に今度う「う」「う」「刑法上の公務員に該当する、えー、非公務員ん の非常勤の公務員について当該公務員に対する賄賂罪は成立しないものと合理的な根拠なく独自に解釈をして当該公務員に対して賄賂を供与した時は事故の行為が犯罪にあたる認識がないか、えー、行為は阻却されず賄賂罪が成立する。要するに、えー 非常勤の公務員に対して賄賂の罪は成立しないと独自に解釈をする自分の行為は許されているものと解釈をするその法律の不治は故意を阻却するか法律の錯誤の問題ですよねこれをあの講義では絶対に法律の,あの不治知,知らないということをもって言い訳とすることはできないというのはもう誰でも習っていると思いますとなると故意は阻却されない丸なんですよ。 でこあと「う」だけで5番が正解ということは切れていくわけなんですよね。で33問目、えー、これもちょっと制度率あまり良くなかったと思うんですけれども33問目だって実は取れたんですよ。えー A、とだけで取れます A とで、えー、についてはもういつもの,あの例の総裁の問題ですよ。えー、募集株式の払い込み金とあんたにそういえば会社にお金貸してるよねじゃあ払い込み金と会社に貸してるお金で総裁しようっていうのはできませんでしたよね。 えー、それに対して、社債の払い込みというのはこれはあ株主になるための払い込みではありませんから社債というのは会社に対してお金を貸してあげることだそうすれば社債、えー、の払い込みと自分が会社にお金を貸しているその両債務を相殺することができたわけです。A は丸 でお株式会社は母株および募集者債のいずれについても数回に分けて金銭の払い込みをさせる旨および各払い込み期日における払い込み金額を定めることができる募集株式の払い込みを数回に分けて払い込みなんかしませんよね一度で払い込みしなきゃいけないなんていうのは常識なわけですそうすると「お」は罰×となるとここ「えー」えー、と「お」だけで4番が正解ということがここ分かってくる。という具合にですね つまり今すべてこの挙げた問題というのは全部2足だけから答えが出てくる問題なんですでこの2足だけで答えが出るのはレベルとしてはいわゆる ABC3 段階いうところの、えー、A が絶対に落としてはいけないレベル C が落としてもしょうがないレベルとするところの B にはなるんですけれどもでもこの B の問題を確実に取れるかどうかが合格かそうでないかの分岐点となってくる。ですからその今軸足って言われたのでピンとこないというような方は。 あれ1年目のその基礎知識を習得する過程にちょっとやっぱり弱さがあったかなというふうにこれはですねもうあの2年目になろうが3年目になろうが皆、えー、同じことでしてとにかくその基礎知識をいかに確実に取っていくかということを、ね、ぜひ皆さんに声を大にしてアドバイスしていきたいなと。 えー、5ページのところを見てみてください組み合わせ型問題の出題傾向として5試中5試分かる必要はなないわけなんですもちろんね分かるに越したことないですよ分かるに越したことないんですけど分かって合格した人と分からずに3足だけのまたは場合によっては今見たような2足だけの知識だけで答えができた人答えが取れた人合格してしまえば同じです同じですだったらですね5足中3足ないしは2足の知識で受かっていった方がいいじゃないですか。 そこを皆さんにお伝えしていくのが実践力の講義の特徴ということになると思ってください。でえー、ベテラン勢6年も7年も8年も勉強している人がどうして受からないと思いますかその専業で7年やってる8年やってるっていうような方が受からない理由というのはここなんです。 知識ばっかり増やしてしまってその5足中3足の基礎知識の方なのかそれとも5足中2足の知らなくても受かる方の知識なのかその両者の振り分けができなくなってしまってるんです。そ全部平坦に覚えてしまっとい、まあ、うならば例えば頭の中にホルダーがあったとしてね基礎知識ホルダーとそうじゃないホルダーに情報が分類できてないんです。 基礎知識ホルダーの方に登録されている知識だけを使って問題を解いていけばいいのに、ね、それをこう一色多のホルダーに全部登録しちゃってるもんですから全部デジャブになっちゃうんですね見たことあるあこれ見たことあるでもうんどっちだったかなじゃあ次行こう。 ここれも見たことあるでも正解かどうかって言えるとうと、ん、ちょっと自信ないじゃあ次にじゃあ次にって言ってどん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 こう次に次にで判断しようとしてまあもちろん5試中1子ぐらいはねあのちゃんと正解が出せる足があるでしょうだけれども結局1子だけでは2足にまで絞れてもその先がいけないね。でそういったことによってせっかく知識は増えているのに受からないというね残念な状態になってしまう。だからよく年年目7年目 もうレクでは今実践力卓越ターゲットパーフェクトローラーってね科目別にこう3つの講座をあの、えー、提案するんですけどそのパーフェクトローラーって一番ハイレベルの講座まで行って結局受からない。 順当にね、もうそれこそあの基礎講座実践力ターゲットパーローまで行って受からない、ね、でそこで先生どうしたらいいんだろうか、ね、でいろいろこう話してるとあ先生そのまさにそれだでじゃあもう本当最後腹くるつもりでもう一回実践力受けるとか言ってもう6年後とか7年後に実践力受ける人いるんですよそうすると本当にそこの実践力で新しいことなんか何一つしあの学びませんみんな知ってるからみんな知ってるから学ばないじゃあ何にしに来たかというと情報の分類だけをするために中絶、えー 特に実践力をねえらあの選ぶとかあか利用するんですで、今まで頭の中の情報をあなたはこっちあ,あなたはこっちって言って、えー、分類してようやくそのお基礎知識とそうじゃない知識のホルダーに分類し終えてで基礎知識の方だけで本試験当日判断をして、まあ、ようやく卒業していくてそういう方本当に何百人って見てきてます私の教え子も何千人いるんですけどあ何千人じゃない,どこじゃない合格者だけでも何千人いるんですがその中でもやっぱそうやってやって堂々巡りしてぐるぐる回って本当に最後の最後最後の最後の 実践力に落ち着いてその情報の分類だけに徹して受かっていったなんて人は本当何百人もいますのでそれをねあの皆さんがそれこそパーフェクトローラーまで行ってですよまた実践力に戻ってくるっていうやりたくないじゃないですか、ね、私も進めませんしなので最初からその情報の分類というのをね、えー 意識した上で基礎知識だけでいかに勝負できるうねあの能力を身につけてってほしいなというふうに思っていますじゃあどう勉強していけばいいのかということなんですけどその基礎知識絞ってあげるからこそなんとなく知っている状態はやめてほしいんです もう確実に分かってもう何なら人に説明できちゃうぐらいの、ね、レベルにまで持ってってほしいだってせっかく情報をピックアップしあピックアップっていうかあの精査して限定してるんだったらそれぐらいできて当たり前です、ね、であの知っていると分かってるの間の溝を皆さん分からなすぎる知っているのと分かってるの全然違うんですよそこの隔たりというものをまずはしっかり掴んでほしいそのために実践力の講座ではセルフレクチャーというですね復習用教材を使ってほーら君たち分かったつもりになってるけど全然解けない でしょっていうようなね復習用教材を皆さんにご提供しています説明しなさい理由を答えなさいねと言われてるのに、えー、出てこない、うん、あのそういうねあのお声を毎年いただいてでそれがこう言えるようになるということがわかる状態なんだということをねあの、えー、理解してほしいなと思ってますさあそして、えー、制度趣旨を丸ごと覚えなければならないような箇所と要件を暗記していけばいいような箇所 えまたはキーワードさえ掴んでおけば良い箇所。だいたいその習得の度合いにはだいたい三段階あるんですよ。もうとにかく深く理由付け、制度趣旨まで言えなきゃいけないという箇所と、要件効果さえ言えればいい。またもっと浅くて六ヶ月とか三ヶ月とかいう期間だけ分かってればいいとかね、あのキーワードさえ分かってればいいというような浅い箇所の三つのだいたい習得のレベルというのがあります。それを皆さん履き違えてる。えー、なぜか全部 中間的なレベルで覚えようとするんですだから深くやんなきゃいけないところに関してはやらなさすぎ浅くていいところに関してはやりすぎになっちゃうそれを何とかこうミスマッチというのをこうなくすために、えー、先ほど言いましたセルフレクチャーというですね復習用教材でその習得の度合いを3段階に分けて「君たちこれ言えますか?え」ー「この理由言えますか?」「このキーワード答えられますか?」 要件効果は答えられますかやり、やり、やりすぎ、やらなさすぎを防止するようなですね。そういった。 あの配慮をしておりますのですですから復習をするにあたっても何をどこまでやればいいのかも全部こっちに任せてくださいもう皆さん方が自分で勉強方法とか復習の仕方をやりうんを編み出すことをむしろしてほしくないこっちで復習方法それから何をどれぐらいやるのかっていうのを全部提案しますからその通りり乗っかってきていただきたいというのが私の、まあ、皆さんへの一つのアドバイスとなります。 そして、えーまあ「勉強にはその点を学ぶべきベストな時期がある」なんて書いてありますけどもこれはもう、まあ、パックで受講される以上ですねやるべきことを目の前の人参状態でつるしますからそれに「えー、はい次これはい次これ」ねで「記述やるべき時期ね択一のおこの点をお攻,攻略するべき時期それぞれの時期に提案をされた通りにねやっていただきたいな」と。さあそして2年目「えー、自分そうは言ったって25取れたし」とかね「あのー。 ある程度手応えもあったしじゃあブレイクスルー持ってる初級講座の音声データダウンロードしてるじゃあそれを聞けばいいじゃないかえー、そうやってやってあの勉強を自分でやって2年目に備えようという方は毎年いらっしゃいます。 えー、ただ長年講師やっていてえー、別に脅してるんじゃないんですよ脅してるんじゃないんですし皆さんにあの善人下場のようにねお金落とせとかって言ってるんじゃないんですけどその講師やってるともう残酷な数字っていうのも実は把握できてしまうので五人中四人、えー、失敗します五人中一人は自分でやって二年目、えー、うまく成功して受かっていきますでも五人中四人が実際には、えー、この うんと11月まで民法をやって12月に不登法をやって1月に会社法をやって2月に消闘法をやってという計画だったのに先生、12月もう終わっちゃうのにまだ民法終わってません先生、どうすればいいでしょうかみたいな、ねえー、ことをその 1, 1ヶ月、2ヶ月スケジュールがずれ込んだ状態で相談に来られる。 なんでもっと早く相談に来なかっったのもっと早く相談に来れば立て直すことはいくらでもできたのに今この時期になってはもうちょっとそれはきついよと、まあ、リスクしてあげますけれども、えー、実際問題そうやってやって自分でえ立てた計画通りにいかないでもいかないけれどもその後ろからお尻を引っ張ってくれる人がいないもんですからずる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 う、ね、気持ちよく勉強してるんですよ自分,は自分は気持ちよくだってやりたいことやりたいだけやってるんですから,からすごく気持ちよく勉強してるんだけどふと全体を俯瞰してみると今この時期にこれやってていいんだろうかって、ね。 ちょっと後ろの科目間に合わないじゃんっていうことを本当本試験の4か月前5か月前に、えー、歴然と突きつけられて焦りまくるってねでそうするとその後あれですよ巻き巻き状態になっちゃうで巻き巻き状態になるとその巻いちゃった科目がぐだぐだになってっていう、ね、でそうすると当然これ、えー、最初にやった科目は伸びるけれどもそうじゃない科目はどんどんずれちゃう結局こんなこと言っちゃってもともともないんですけど中上級講座っていうのはある程度お金を出してスケジュールを買ってるという面もあるんです。えー、皆さんあの 自粛期間中にですね、試験が延びた期間に、自分が立てたスケジュール通り、ちゃんとできましたで。できたって方もいらっしゃると思いますよ。で,できたっていう方はもちろん、自分でやるというのは一つの提案になりますけど、あれもやりたい、これもやりたい、ね。思ったものの、えー、果たして何割できたか、ねで。そういったようなことを考えると、やっぱり乗っかっていくっていうのも一つの、ね、選択肢なのかな、というふうには思っております。さあ、それでは、えー、気になる改正点の話なんですけど。 今年これだけ改正点がまあやはり出てしまったということを受けまして。 俺は改正点出るるるっっっって言っててて言言たぞすすげえだろうって言ってる講師もいるんですけど私と根本さんは2人でチーンとあの昨日も話したんですけど、まあ、あのこれはちょっとあ坊主にしないといけないかねとかって根本さんは言ってましたけど私も定型薬庫出るなんて一言も言ってませんでしたしっていうかむしろあの存在すらを説明してなかったっていうね多分のどの講師よりも一番罪深いんじゃないかと思ってるんですがただちょっと言い訳させていただくとその今までの司法書士試験っていうのはこれはもう先輩司法書士にね是非聞いてほしい。 えー、改正後2年間は出ないそれはあの新しい制度に関してですあの例えば今年で言うと連帯債権定携約款、えー、だとかその新しく今までなかった制度が新設されたというものに関しては2年は全く出してなかったんです。 で監査党員会が出たのも26年改正で初めてが28年で18年会社法改正初めて出たのが20年17年不動産特許法改正こちらも、まあ、ほぼ2年間は大型の取材はなかったというようなことを考えてもそれは確実に間違いないんですね。 あの従来の制度が変わったっていうのは翌年と出,出ちゃってもしょうがなかったんですよ新しく新設された制度に関して次の年に出るってことは一度もなかっただから自信持って出ないって言ってたんですでところがそれが大きくやっぱ今年変わりましたで煽るつもりは全くないんですけど変わってしまった事実は事実なので会社法の改正が怖いで会社法の改正の大きさを申し上げますと26年改正よりも小型です だから会社法の改正をそうビビる必要はないただ、いやらしいのが飛び散ってる点なんですいろんなところに飛び散っているつまり会社法だけにとどまらず消灯法のひなにまで影響しちゃうんですであと役員絡みなので影響が出るというところがあ、えー、かなり多いただ、正誤は変わらないという、ね、そういうような改正点なのでビビる必要は全くないんですけれども,もう出ることを前提に勉強していったほうがいい。 でそうすると今年のように、まあ、出ないでしょうということはちょっと控えなきゃいけないそういう言い方はもうできないねというのが本音のところなんです。でさらに消灯法に影響することから洗礼待ちなんです。で先例がいつ出るかが正直分かりません。 来年3月1日に施行ということはもうほぼ決まっているので、来年の本試験に影響したのはもう間違いないんですけれども、消灯法の先例が出るのが多分2月末だと思います。もう、あの、今年の再建法改正の先例が令和2年3月30日に出たことからです。えー 施工の2日前じゃんっていうね。あのところで出たっていうことを教訓として考えると、2月末に初めて消灯法の洗礼出てくる。そうすると、そこからバタバタとね、えー、やはり我々が情報収集して、もちろん歩行等、えー、が必要になってくると思うんですけど、ただ少なくとも予測した上で年内から勉強していきたいというのが、あの皆さんへのアドバイスなんです。じゃ、それをやっぱ自分でやるとなると正直きついかなと。 そしてもっと怖いのはそこではなく今回の民法の債権法改正ですとあと相続法改正ね、えー、相続法の遺留文が今年回避されてますからそこをまあ正面から聞いて,聞いてくるとか債権法の、まあ、定刑やかも来年はないでしょうけれども連帯債権をはじめとしたいわゆる改正点メインの、ね、ところをまあ出してくるというようなねそういうような。 ことというのは今後今年以上に気をつけなければいけないね。で、あと令和2年の3月30日に出た不動法規則改正の影響、いわゆる印鑑証明書の添付不要の場面拡大。 それから今、政府でもって審理されている印鑑証明書を添付、全面的に見直そうという動き、不動産登記法完全オンライン化の不当法改正が今年中に来るという噂がちょっと立っています。 でマジかと思ったんですけど元連合会の会長の佐藤淳通先生が今年中に来るよっていう話をしてらっしゃったのこの間私個人的に親しくさせていただいてるんですけどうん今年中に多分、えー、法制審議会的には今年中に出したい不当法改正ねあの完全オンラインに向けた動きです、えー、そうなってくるともっといろいろな影響があるとで嫌ですよね本当私も嫌ですしその皆さん方としたら情報収集に躍起になるっていうのは非常にストレス。 そういった点からも一つ情報を収集する意味でね講座というのを検討していただいてもよろしいのかなとは思います。 で独学可能かと言われたら可能ですよ、可能です可能ですよ、可能なんだけどやりますかっていう問題ですね、そこを皆さんご自分の今の状況と情報収集のいろいろなね、えー、ご自分自身の,その得て、増えてと検討してほしいなと思います。さあそして6ページのところを参りまして、えー、じゃあ、記述なんだけど、がんはっていう方もいらっしゃると思うんですね。で記述に関しては、あの3要素が揃えば絶対に記述はできるようになります。 毎年言ってるんですけどまず択一知識を習得すること卓越と記述は連動してるからですそしてひな型を覚えることでこの2つがまず前者揃ってからの場数踏むこと場数というのは新作問題を、ね、とにかく解きまくる。 で前者2つが揃ってからの場数の方が伸びやすいですから場数を踏むのは早くても来年以降だというふうにお考えください当連の時期になってからで十分少なくても1週間に2問ずつぐらいのね、えー、初見の問題を解いていくというようなことが必要になってくるかと思いますで実践力パワーアップ講座の方では記述のだけの卓一講座と 記述の解き方の実況中継講座に分けてそれぞれ6回ずつ講義を皆さんウェブで聞いていただくような形になってますから記述対策もバッチリしているという点は申し上げておきますじゃあ実際のパックについてじゃあちょっと最後ご紹介しておしまいにしたいんですけれども 今年あの皆さんこの赤いパンフレットちょっとねあの表紙がちょっとねなんか喧嘩売ってますよねえ次は短いとかいうそのもうあの私自身としてはちょっとこれちょっと言い過ぎなんだないと思ったんですけどまあまあ事実は事実なんでえ次は短いんですよ本当に九ヶ月でなんとかこう結論を出していかなきゃいけないというこの九ヶ月決戦のパンフレット皆さんお手元にあるでしょうかでこのパンフレットの二ページ三ページのところにですねその時期レベル別パック一 というのが載っておりますで、えー、この中であの得点によって一応その3つの講座をあ、えー、森山さんの携帯使用者資合格フルパックはちょっと年明け以降からのスタートですのでちょっと今ここではご説明しませんが、えー、ターゲットと実践力とパーローの,あの、えー、ご説明だけさせていただくとこれ特典 によってまずは大きく振り分けられてきます。得点がまあ15問以降、まあ25問目まで、まあ一般的な2年目の方におすすめなのが実践力。でそれに対して20問以上取っていかれたような方におすすめなのがターゲット。で25問、だからあと2問足りないとかいうね、えー、ようなレベルにまでいらっしゃって残念ながらという方がパーフェクトローラーというようなレベル設定になってます。だから実践力、ターゲット、パーローというね順番なんですけど、でこの中でですね、どういった方に向いているかというと。 あの実践のはとにかくじゃあいつもよりも30%その期間が短くなった、えー、3か月短くなったことによって30%減ですよね大体、えー、いいイメージとしてじゃあ合格に必要な知識30%減りましたかっていうと。 合格に必要なな知識30減らないんですよ結局覚えていいいかなななきゃいけけことは例年変わらないわらですねやんなきゃいけないことも例年変わらないだったらばその効率重視よりももう網羅的に全てについて底上げするつもりでもう,もう腹くくってやりましょうよっていうそういったような方を対象にしてます、まあ、とにかくまあ,ある意味王道です網羅的に全論点を皆しっかりやっていくと。 である科目のこの分野やらないとかでそういったようなあの切,り切り捨てていくとか出るとこしかやらないとかいうことは一切ありません。で少なくとも全部分について網羅的にやっていくというのがこの講座の最大のコンセプトです。でそういった意味で非常に、ね、回数としては多くなってきていますけれどもだからこそもう乗っかってもう提案されたことをひたすらやっていってほしいというのが私からのお願いとなります。 それに対して、いや、出るとこだけやってほしいんだけど、っていう要請に答えるのがターゲットです。ターゲットです。で、効率重視。もうとにかく出るとこだけやってほしい。だから、極端な話、網羅的には一切やりません。自然人飛ばします。で、えー、もう、ある意味、いきなり、どこだろう、意思表示からっていう感じかな。 退治とかも多分やらないと。で、も出るところを効率よく、この短期間だからこそ効率よくやっていこうというのがターゲットのコンセプトだとね。思います。で、思いましたので、そういう講義になってます。そして、パールーはやや、あの、一人じゃできないところだけ教えてほしい。例えば、信託とか、ね。えー、難しい仮登記担保とか。ね、その、一人でやろうとするとなえるところ。ね、そこだけを効率よく、工場財団とか、ね。え、そういうのをやってほしいという要請。ですから、普通に、基本的なことは自分でやってねっていうコンセプトなんです。 ですからご自分の得点等に応じてですね、えー、この3つのパックのいずれかをまあ選択されていくということをお勧めしたいなとでも私は実践力担当なんでちょっと実践力を簡単に申し上げますともうとにかく実践力は網羅性かつペースメーカーいつ何をやっとけば安心か大丈夫かということを明確に皆さんにお見せするとそして初級講座の2回分の内容を1回に凝縮します。スピードが2倍速くくななるんじゃなくて、一応その、 制度趣旨からちゃんと話しますだから「0から話すつもりでいるんですけど途中読めばわかるよね」っていうところをどんどんん飛ばばします読めわかるよね例えば暗記の図表とかいうのは、うん、自分で見ていてねっていうところで時間を節約して制度趣旨要件効果等についてはきちっと初級講座と同じようにお話をしていきます。 そして、えー、改正点の講義ボリューム、えー、増やします、えー、改正法改正ももちろん含めまして、えー、改正対応講義にさせていただきますそして、えー、改正対応済みのセルフレクチャーこれ復習用教材なんですけれどもこちらを皆さんに渡しますので改正対応の、えー、新作問題が、えー、品薄であるという品薄というか問題自体の数が少ない点はここで補えると思います さあそしてテキストに編みかけがかかっているのも最大,最大というか特徴となりますちょっとテキストサンプルというです、ね、このあの小冊子があのビニール袋かなんかの中に入っていると思うんですがこの中で実践力のテキストのサンプルとしまして、えー、何ページっていうのか,ないかちょうどホチキスで止まっているところのページですここはテキストサンプルがあるんですけれどもこうやって編みかけがかかっているんですよ。よけが 掛けかかってるところが軸足足足。の知識です。さっっき言った5足中3足だから復習の時にと,とにかくこの編みけかかってるところだけをまずしっかり復習するんですで講義もこの編みけかかってるところをぐりぐりやりますで編みがかかってないところは5足中3足ではない残りの2足の知識なんですね。 でこうやって全ページに網がかかっていますので網掛けの部分とそうでない部分を明確に意識して勉強していただくような形になりますだから直前期に網掛け部分だけを通読すればこの まあ分厚いテキストでも1時間2時間で通読ができるようになる、ね、で編みかかってるところをとにかく軸足として焦点をずらさずに勉強していただくことによって編みかけの基礎知識とそうでない知識のホルダー分けさっき重要だって言ったところねそれが嫌、えー、でもできるようになってくるというそういうです、ね、特徴を持っているこの編みかけつけてからですね非常にあの合格率増えたんですよ。これれはももうやめられないいいいとと思っっててて、えー、今ままでもずっと採用させていただいています そして、記述対策も先ほど言いましたあの。記述の特化した卓一講義と、記述の卓一講義と、実況中継講義。こちらを組み合わせて、不当六回、小等六回、六回といっても90、九十分かける六回なんですけども、記述対策についても、万全にフォローをしていきます。そして、昨年までは受講料込みじゃなかったんですけれども、今年はのセルフレクチャーによってですね。 その全科目セットいたします。受講料込みで。セルフレクチャーにつきましては、あの。 どこだパンフレットパンフレットのパンフレットのところのですね、えー、赤い表紙の９ヶ月決戦のパンフレットの十四ページのところに載っているんですけれどもいわゆるあのテキストで先ほど言いました網がかかっているところに関してはすべてセルフレクチャーに問題がありますでセルフレクチャーというのは復習用教材でとにかく復習っていうのはセルフレクチャーをやってくださいというそういうあの、えー ススタンスなんですもうとにかく復習何やればいいんですかね。よく質問されるんですけどセルフレクチャーやるんだよっていうあの左側が問題右側あ解説になってます解答解説だからこっちが隠してですねこっちが隠して右側のところ、えー、自分で今日やったところを答えられるか、ね、というのを試してほしいんですで先ほど言いました3段階のレベル設定になってます理由を答えなさい、ね、それは理由までわからないと受からないよ要件効果答えなさい、ね それは中間的なレベルだから要件効果は答えられればいいよキーワードを答えなさいだいたい空欄穴抜きになってます空欄穴抜きになっているものはキーワードさえ答えられれば受かるよっていうそういった三段階のレベル設定になっているんです ですからこれをやっていただくことがですねその復習のおまずやり方でこれが終わったらあと籠もやるという非常にあの明確なもう皆さん悩ませませんもうやること明確なんでだって合格するための方法論なんてばっちり決まってますからね何をどうやったら受かるかなというのはもう私の中ではもう完全にあのそのモデルというのが、ね、もうできてますのであとは皆さんにそれをお伝えしてそれを皆さんが守っていただくこと以外の何者でもないです。えー、自信もありまますすしそのためにですね今までね今 増やしてきた時間も他の講師には負けませんですからあの確かにね9ヶ月といういつもよりも違う状況ではありますけれども、えー、皆さんの中でやはり自分としては網羅的にまあ王道の中上級講座を取っていきたいというふうにお考えであるならば、まあ、実践力の方をお勧めしたいなというのが私からのお勧めではあります。 ではあの今日お話ししたところに関しては先ほど言ったとおりもうちょっと時間が経って検証会まで行きましたらもっと内容の濃い情報をお伝えできますのでぜひですね、えー 今週の末の徹底検証会の方にですねいらしていただいて YouTube でも配信しますけれども YouTube で動画配信をご覧になるためには事前登録が必要ですのでその点、ご注意いただきたいと思います通学で来られる場合にも予約人数制限の関係で予約が必要となってきますのでそこの点については不明な場合には各スタッフにですねお問い合わせいただきたいと思います。それれででではは私からの話すすね一旦これでおしままいいいいいにささせてたたただきとと思います皆さんごご清聴どううもありがとうございました